はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ソフトさんで社長プレイですね、やっていきましょう。もうある種会長プレイかもしれませんけど、やっていきたいと思いますね。あとね、前回ありましたけど、前回というかね、都督になると服装が変わるっていうね、これがなかなかね、いろいろやっぱ有名どころの人はあるみたいですよね。いやいや、やっていきましょうね。じゃあね、ちょっと待ってね。ああ、軍勢見てんじゃないのね。軍勢じゃなかったのね。ごめんなさい。ね、じゃあちょっとね、もういいわけですけど、久しぶりなんで。久しぶりなんで、軍団編成。いや、もう全部、純益さんですよ。まあ、首都ぐらいは私が押さえててもいいのかなと思うんですけど、首都だけ私押さえましょうか。そうだね、首都だけ私押さえましょう。そうだね、軍団編成、軍団編成、これだけ私をね、ここだけ私押さえましょう。はい、じゃあね、あと私部隊率いていこうとしてんのと、あと6を今攻めてくれてるんですよね。私1万私の軍勢には誰いんの？いや、もう覚えてないんですよね、部隊が。あ、はい、小兵器、おお、贅沢なメンバーって言っても、カンさんだから贅沢ですけどね。あとコウソさんね、コウソさん持っていくのもいいんですよね。親父の仇だからっていうことで、で教えていただきましたけど、1万、いや、これ皆さんどこ行くの？どこ行くの？ロコ行くのか、ロコ行ってんだよね。てか、行くのかっていうか、私がロコ行きなさいよって言ったんだよね。ソウソウさん、とりあえず、あなた、行け、占領しましょう。で、人事だね。使えそうなものは、行ける？いるな。あ、そうなのね。はい、行ってください。はい、流氷さんのほどの地方の州と。で、料理駅さんダメでしょ。諦めるもいって。しかし、そうだね、料理駅さん、しつこそうだからね。諦めるもいって。そうだよね。しかし、じゃあね、私とりあえずこっち向かいましょうか。昨夜が投与できる状態で亡くなったために純一郎に今調子されました。ああ、もう攻めたんだね、これ出陣しちゃったんだね。うわー、こら無理だ。すごいわ。加工党さん、すごいわ。早く届くなって、ちょっと。曹操勢が、歴用の制圧を開始しましたと。孫権のあなたに対する親近感がマイナス80になりました。まあ、それ怒るわね。はい、純肉軍団の軍団使命が達成されました。長英ら2人が利点勢に捕獲されましたと。ちょっと待って。ということは、軍勢のあれがないんだね。使命都市攻略、ああ、与将と兼業ね。与将と兼業、行ってくれんのかな。いや、ちょっと待って、あ、どこ行くの。あっち移動してっけど、どこ行くんだ。おお、兼業行くのか。ほんとかい、兼業行くのね、皆さん。どうしよう、私が吸収しようかな。いや、ちょっとほっとくか。序南にて称号が高まり、遊戯場が建設されましたと。コールにて名誉が高まり、国葬が建設されました。自主にて名誉が高まり、品種改良所が建設されました。ちょっと待って、あなたたちどこ行くの。どこ行くとか、まあ、研究行くんだろうけど。ちょっと休んでったら、私、兼業校抑えにかかろっか。10日かかんだよね。孫権軍の陳道さんが、兼業にて劉備の説得に応じて、劉備さんの説得にね。霊僚にて劉氷さんが、劉氷さんの説得に応じて、投与されましたと。ちょっと待ってね。報告します。課金様を投与したらどうかと。ああ、課金さんね、もう使えそうなものはいるな。もういいわよ。いいぞ。はい、どうぞ。で、もう一度。報告します。長英様を取るべしと。使えそうなものはいるな。あ、だ。いいぞ。はい。
で、内政ね。報告します。いいぞ。あ、いた、あった。いや、自分でやっといてなんだけど、もうかなり、ほら、次炎章さんと、もう炎章さんを見てやった方がいいよね。報告します。はい、深夜さん、深夜さん、深夜だよね、人の名前じゃないからね。はい、あと、お、お、カミさん、何、深夜で巡業、おお、どうぞ。いいぞ。報告します。いいぞ。あと、このあと何年かしたら、また、あの、ね、201年ね、2001年で言いかけましたけど、うちの旅だね。201年はちょっとね、見逃しちゃいましたけど、あと204年だっけ、なんかいろいろちょっとあるんで、その辺はちょっとチェックしていきたいと思いますね。おー、はい、私のところに。いいえと、おー、皆さん行っちゃってんね。ちょっと私も行こっか。私も行こっかって思うんですけど、あら、はい、私どうしよう。私ね、私もちょっと兼業校に行きましょう。進むか。ちょっと団体さんすぎるね。大丈夫か、ロコをほったらかしてて。あ、まあ大丈夫なんだろうね。後ろから来てますけど、おお、わあ。利権税が兼業金庫、兼業校で城塞の破壊を開始しましたと。士官税が兼業金庫、兼業校で城塞の破壊を開始。ちょっと私も見るかい。金さん、あ、軍勢情報だね。はい。どうすりゃいいんだろう。とりあえずね、私はね、利権さんのとこに合流しましょうか。で、今度は、ちょっと待ってね。士官税、閣下さん欲しいな。ちょっと待ちましょうか。で、来て、私が閣下さんを平らげましょう。進むか。で、私が閣下トンさんを吸収しましょう。とりあえずね。とりあえずね、ウキン税が金業、あ、金庫ね、テイク税が、手礼税が、で、私も9部隊いるんで、1部隊しか吸収できないんだよね。あ、テイクさんだな。テイクさんいただきましょう。あった。うわ、これすごい大部隊だね。ちょっと待って、行く？あ、来ちゃったね。12万。着手戦。少々揃ったがこれで軍業開始する。私がしましょうか。あ、でも私失勢なんだよね、まだね。あれだ、なんだ。人をひらめいた。どうしよっかなと。これ普通にドッカンドッカンでいいでしょう。かと言ってね、大医療欲しいね。大医療でちょっと回復させて、こっからぶち抜くのがね、損害が一番少ないんですよね。これでいきましょうか。大医療で、こんだけいるんでね、ドッカンドッカンいっぱいできるんですよね、と。これはね、迅速して、で、迅速じゃなくて祈祷にするか。あ、いや、桜だね。いや、虚言だったね、ごめんなさい。ん、どこ虚言しちゃった。いや、違うでしょと。ここを虚言にしちゃいましょうか。で、ここで桜もっぱつれちゃいましょうか。あ、このままでいきましょうか。はい、だだ。よし、ここだとあとは、ご所に導くのは、この作品を取るには他ないと。将兵まだ勝ち取り、戦を求む。もはや敵は我らが十兆だと。そう思うとこに逆らえばどうなるか。天下に知らしめい！いやね、もう会長するつもりだったんですけどね、ちょっとやっぱりね、皆さん戦ってるとね、私もね、ムラムラしちゃうんですよね。さあ、どうしましょうかね。あ、これ届かないね。
将兵のいない人私だけだね、私だけだ、私がこっち、あ、いやだからみんなはね、とりあえず将兵いる人はこっち、かしこまった、私がこっちね、行け、はいどうぞと、我もまた虎三中坊参る、はい、元から孫権に行かれましたとね、総大将はね、元さんから孫権になりました、孫権さんになりました、で私ね、ここで高祖さんいるんですけど、副将じゃダメなのかな、あ、ダメか、副将じゃダメなんだね、高祖さんは首相にしないといけないんだよね、おそらく、てか私すごい強いんだけど11当ててるよ、陣にね、あらこれはなかなかかもしれないですね、全軍全身恐れず戦え、やったーじゃ 10部隊で5万でしょ、こっち10部隊で12万だからね、この一撃で流れを変えん、しかもこっちの方が先かな、いや微妙かな、はいどうぞと、皆の者、はい、私に続きなさい、これでどうです、はい、寛平さん頑張ってくださいと、で私はお前ら一気に片付けんぞ、この一撃で流れを変え、ちょっと待ってくださいね、あちょっと待って、ちょっと待ってねと、ねゼロになった方はどっかどっか攻めましょう、ゼロでしょ、あなたもゼロでしょ、将兵が、ね、いなくなった方はとりあえずね行っちゃってください、かしこまった、で曹操さん、あなた単独だからね、こっち落とそうか、行け、はいだだと、おっとこれでまだ誰かゼロになったでしょ、城門へ向けているようなので大丈夫ですね、誰かいたはず、あ、ウキンさんだね、入ってください、かしこまった、はいだだと、で今度はもう一回これで、え、ちょっと待ってね、もうみんな、あケーキさん、ほんなら行ってください、お任せある、あ、だだと、お前ら一気に片付けるぞ、これでどうなっちゃったかな、またゼロになった方いるでしょ、かしこまった、ね、あなたはね、私のとこ来てください、こっち行きましょう、かしこまった、おっともっぱつね、来ましたね、寛平さんまだ、あ、あなた義賊さんか、義賊さんもどうしよう、こっち落としてもいいんですけど難しいなぁ、いや、かしこまった、こっちにして、あ、今ギドさんだよね、でこっちにしちゃいましょうか、かしこまった、で私はね、私は運転をこ、おお、ちょっと待って、あそこいるんでね、私、いやいやいや、私ね、運転をね、こっちに貼りましょうか、そうしましょう、そうしちゃいましょう、ふっと来たかな、ごめんなさいね、もうこんなね、あの耳っちいことしちゃって、もう貧乏症だからね、はい、でこれが切れたんですよね、切れちゃったので、じゃああなた二人は、あ、もう行っちゃおうか、かしこまりました、どうしよう、これどう見ても回り込んでくるんですよね、そう思うとこっちかな、やっぱり組み立てで入って、お前ら一気に片付けんぞ、孫役さんね、ちょっと待ってね、いっぱいたんまりたまってっけど、あ、まあいいか、もうちょっとやっておきましょう、ごめんなさいね、ごめんなさいね、うん、あ、入っててました、じゃあ入りましょう、とりあえずここを攻撃して、はいはいはい、うん、あ、もうこれでいっちゃいましょうねと、で潰したのでここに行っちゃいましょう、進むか、何してんだい、どこに、いやー、ダメじゃないか、いや、もうあなたたちもちょっとね、
こっちに来ましょう。かしこまった。降りたんだね。降りちゃったんだね。あれ？おいとも頂戴いたす。有浜さんもお亡くなり。異名の効果により、巨匠のうろちょぼが、はいどうぞと。あなたは一応、あなたはね、ちょっと本陣来られたら困るから、この二人で裏から。お任せを。で、まさか呪文終わっちゃった、終わっちゃってたら何か。お任せあれ。あ、まだだね。よし、というところで、はい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 、強撃しちゃいましょうね。え、ちょっと待って、どこ行ってんの。あ、あなた上にいたのね、上にいたのね。じゃあせっかくだから落としましょう。で、あなたは行っちゃいましょうね。お任せを。で、抜くでしょ。で、抜いて私はこっちに向かいましょう。進むか。で、この人はここで門番をね、刺しておきましょう。あ、となるとあなたはこの人攻撃ね。あー、いっぱいだわ。あ、みんな来てるわ、こっち。どうしちゃおうかな。あ、というところでね、時間よくなりましたね。この辺で終わっておきましょう。ちょっといいところで終わっちゃいますけど、この辺で終わっておきます。三五四十三、総合さんで社長プレイです。終わっておきます。どうもありがとうございました。